ティン48のアルカです。好きなタイプは店員さんにキレない人。はい、ということで今日はなんとなんとアミカ一人でやっていこうと思ってるんですけど、今日はメンバーに編集を仕掛けていきたいと思います。高校生になったということで、高校生といえば、まあ、恋愛したりとか付き合ったりがあると思うんですけど、今回はそっち系の研修を仕掛けていきたいと思います。その名もメンバーに好きな人ができたと伝えたらメンバーはどんな反応をするのかっていう企画をしていくんですけど、まあ普通に好きな人ができたとか付き合ったよとか言ってもメンバーは絶対に応援してくれると思うんで、今回はちょっと応援しにくい方と付き合ってる体でいきたいと思うんですけど、まあ、ホストの方とかちょっと年上の方とかと、まあ、付き合ってる体でメンバーに仕掛けていきたいと思います。せーの、レディゴー。あーちょーちょーちょー、お疲れ様です。アミカ、はい、お疲れ様です。どうしたの？え、どうした？あ、ラインですか？うん、え、ちょっと、相談というか、その、したっけ、読んだ。あ、まだ誰にも言ってなくて。そう、だから、おとちゃんにも、その、言おうか悩んだんですけど。うん、実は、好きな人が、おぉ、できた。好きな人ができたんですよ。お、逆の。いや、まだ、はい、まだ好き。の相談。うおぉ。マジかあ、うん。うん。あ、うん。悪い話じゃなくてよかった。ああ、もっとやばい話だった。ああ。いや、そうだけど、このこと、まだ言えてないから。えぇ、ー、うん。あ、それはな。そう。そんなみんなの前でいただく方がいいっていうな。うん。そうか。全然そんな、影はなかったけど、今日はそうか。あ、気づかなかったです。全然俺、全く気づかなどんな人なの？いや、もう普通に優しい。優しい。あ、優しいよ、一番優しい。いいですか。いや、まあ、アミカの子ももちろん持ってくれてて、うん、で、まあ、この活動もそのちょっとしかは説明してへんけど、うん、応援してくれる。うん、どこでやってきたの？歩いてて、歩いてて、その声かけられたんですよ。おー、え、ナンパ？まあ、ハンナンパ。ハンナンパ。マジかー。あー、でもな、うん、最悪と思うよ。うん、見た目どんな感じ？見た目ですか？見た目か、イケオジみたいな。イケオジ？オジ？53歳。53？ てかそう、最初にちょっと深刻みたいに言ってたらそこがあって、あー、それは予想外やったな。あー、なるほどなるほど。イケオジ、イケオジね。ママよりも年上なので、それは言いにくいわ。そう、相談しにくくて。ママもだって彼氏紹介されて自分より年上の人来たらびっくりするやろ。そうですね。いや、まあなんかそう、アミカ、大人っぽいからさ、年上と付き合いそうやなとは思ってたけど。あ、ほんまですか。ちょっと、上すぎて。やばいなぁ。いぶっ。ガチか。そうなんですよ。おとちゃん的に、その、応援というか。いや、もちろんするよ。あ、ほんですか。うん。びっくりしたけど。ありがとうございます。うん。僕はな、ママさんにな、ちゃんと話して。そうですね。うん、また話す前相談してくれてもいいし。あ、ありがとうございます。応援します。ありがとうございます。まあ、実はまだできてないんですけど、実は好きな人できてません。おじさまは作り話。ほう、ほう、あ、あ、まあ、あ、なるほど。はっきり大成功。うん、でもこっちが、うん、こっちが心痛い。ちょっと
アミカファンの皆さん安心してください。素晴らしく読んで。いいよ。どうした？そうだ。お、珍しい。恋のお悩みかい？ああ。うわ、恋悩みか。おい、男や。ペアマスターとして話を聞こうか。黙れ。黙れ。なんかその好きな人ができて、うん、素敵。素敵。で、実は素敵でも好きな人ができたんですよね。大したもんね。すげえ。でも年齢が割りたくないです。出た。こればっかり俺が厳しいね。同い年ってなったら厳しい。五個そう五個上ぐらいなんで、うん、まだそんなあんま関係ないしね。そうそう人間関係ない。関係ない。素敵ですね。いいよ。え。どういう出会い？その、たまたま、アミくんは友達と、その、お買い物帰りみたいな、の時に、なんかちょっと片方ぶつかっちゃって、ごめんなさい、みたいな。まあ、なんか、漫画みたいなさ。漫画や。え、それ、そういう出会い？そうです。片方がちょっと当たって、物落ちてごめんなさい、みたいな。いや、もう、漫画の出方してるやん。ちゃんとは、中身が知りたいね。うん。まあ出会ったところやもんな。そう。誰かに言った？言ってない。言ってないの？ママは？言ってない。ママにも言ってない。まあ、出会って1ヶ月だな。まあお互いでかぶりますからね。まあマリオ君より背高いです。なんで？なんで？なんで？背高くて、まあ、ボリザップでお顔が強い。あ、ごめんなさい。これディディ呼ぼうか。うん、ディディ呼ぼう。そこだけじゃないから読んだ。あ、こっからが本題です。あ、そこからが本題。聞きましょう。どういう。そう。まあ、その、お仕事何もしてない。うんうんうん。まあ、二十歳。あ、まあ、これからちょ？これからかな。かな。じゃあ、その仕事経験がないらしくて。なん？学校は？高校は卒業して。高校は卒業した。いや、中卒です。中退？中退。まあ中卒、そこはそこはえ、まあ、そこは行ってないと行ってない、うん、途中で辞めちゃった。中学もまともに行ってなかったらしい。なるほど。まあで中学生で終わる。へえー、そうなんや。仕事はしようとはしてる、うん、それもわかんない。それはどうなんやろう。で、そのお金がもう、うん、今しょっちゅうちょっと貸してみたいな。それはあかんくらい。いや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 、それはよろしくないよ。確かによろしくは。いや、むしろアミカ JK。 その人はアミカの活動とか知ってる？全部言った？全部は言った。あ、その、まあ、SNS 関係、うん、とは言った。そう。いやいや、なんか嫌じゃない？まあ、ボトボトしてるプライド。そうや、プライドとしては。教えてくれなかったんですよ。おー、なるほどね。パチンコがありますね。スロットパチンコが完成しますね。これ、ダメ、何ぼかした？でかいな。あかんで、心配じゃない、そんな。働いてないんだけど、アミカは好きだろ。そうなんですよね。いやー、それで働こうとしとったのかな。悪く言うわけじゃないけどな。アミカがしっかりしてるから大丈夫だと思うけどな。俺はうん。そうなん。もう同い年ってたこれですね。そう、同い年って俺めっちゃ好きやから、なんかめっちゃ考えちゃう。今好きな人それ付き合ってないか。そう。あ、ほんならもう簡単やん。付き合ってほしいって向こうから言われた。あ、まあなんかそれを前提に。アミカも気持ちを伝えたいな、うん、付き合うなら しっかり仕事してほしいって言うのがいい。あ、んなら生意気じゃないから。いや、生意気じゃん。それがでもや、しっかり働いてほしいなと。いいと思うよ。もう今に付き合う絶対条件の方が絶対いいと思う。まあ、そう大事だから。そうやな。付き合ってないのにお金も貸してって言ったんだ。すごいな、その子。アミカがすごいな。
あ、そうかな。あの、移行してきてもらったかな。今後はあんまり重ねそう。ちょっと話し合うかもしれない。もうちょっと応援するけどね。ただ心配なくらい。素敵よ。なんかすっきりしました。あ、よかったわ。よいしょ。じゃあまた気になる人できたら相談しますね。気になる人できたら、その後また、気になる人ができたら、相談します。で、さっきの人はで、てれーちょっと、違う、そうだ、違う、俺さ、バカすぎるから何言ってるのかなと思ってて、てれーってやっと分かった。嘘めっちゃゆっくりやってて勢いな。いや、なんかその応援してくれたのに申し訳ない。あ、嘘だ。そうなんや。ほらもうバチバチ見えるわ。そんなん絶対ダメだからな。めっちゃ恥ずかしいよ。俺マジめっちゃ真面目なとこでしょ。何が恥ずかしいって、なんか俺失念っていう。じゃあ次の相手とお付き合いはなしで。やめとけ、やめとけ。やば。ごそうだ。濃いの？あれ？実は。マジで？ついに？彼氏？できたの？マジで？マジ。なんかそう、えんちゃん一番その濃いかなって。してんの？漫画の話とか。そう。これ漫画以外の濃いできた。それ。そう。あ？それが。変なトリコッパ。いや。言ってなかった。おい。どんな人？優しい。優しい。めっちゃニヤニヤしてるな。かっこいい。あ、もう漫画。漫画みたいな人。めっちゃいいやん。何で出会ったの？あSNS。あ、そうなん？もういいんじゃん。いや、なんかその SNS 活動してたというより、DM が来てみたいな。あ、なんか。へえー、いいよ。おいくつ？えんちゃんもないし。10個か。どないして？そこもちょっとえんちゃんに相談したんですけど。まあ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 、ありかが同意しないと大丈夫でしょ。何の相談？いや、まあ、その恋愛の中の。まあ、別にありかが年齢気にしないとえんちゃん十個ぐらい。だって、僕もそんな10個って感じに。そうだから、そう、えんちゃんと仲いいみたいな感覚。うん、いいじゃん。まあ、応援するよ。あ、ありがとうございます。いや、普通にその、DM してて仲良くなって会った。会いました。へぇー。優しかった。え、のろけ話のために私会えたの？全然、そうなんでもいいんですけど。あ、いいよ。なんか仕事してんの、今。あ、その人ですか。うん。ポスト？あ、店行った。お店は行ってないけど、そのポストしてるんですよ。うん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 。もう院長を売るの仕事は別に偏見ないんであれ、うん、ないでしょ。しないですね。しかもそのポストがあんまりちょっと分かってないから、あ、どんなのかも分からない。まあ女の子で結構するそう。大丈夫な？大丈夫。気持ちよくあんの？まだその浅い。ああ、そういうことな。まあ、役かな。なるほどな。役にあったら死ぬのあるね。そうです。まあ、好きな人はどうするんですか？なんかもっと来てみたいな。13人？そう。それはダメよ。言っちゃダメよ。そう、だからどんなとこかも知らんから、うん、どうしよう。まあまあ、なんかせっかく付き合ってるのに店行ったらな、また関係変わっちゃうし、行かん方がいいんちゃう？まあまあ、別に普通の恋愛になったらいいんちゃう？職業はホストなだけでしょ？そうですね。まあいいんじゃない？で、何をか分かんないけど、うん、開けに来てって。開けに来て？シャンパンの話？シャンパンなんですか？開けに来てってどういうことじゃない？いや、何か分からへんけど、そのなんかまた開けに来てよ。それは本当は時？多分ジャンパンお金使ってってことやと思うし、多分
売り上げないから頼っちゃうって話じゃん。でもダメよ。負けに行っちゃう、もう変わっちゃうからダメよ。そうですね。マジで好きやったらそんなの行ったらな、パンプリー見たけど、お客さんはちゃうからね、行ったら。応援してるけど、なんかあったら言って。あ、わかりました。なんかあったら言って。確かにそう。見せ来いとかまた言うんであれば、ちょっと私が話をつける。あ、もう、ね。うん、ダメよ。私もバーやっとったから。本気で好きであればね、呼んじゃダメだよ。どういたしまして。何？じゃあまた、これ話しましょう。もう全然付き合うけど、漫画の話。そんな今のその新しく付き合った人の恋バナ聞かせてじゃあ漫画の話はええからな。え、これからも妄想話しますよ。妄想したら私付き合うけど、うん、そのはい、これからも二人で、うん、妄想の恋バナしていきましょうかね。じゃあ彼氏は妄想話彼氏は彼氏がえどういうこと彼氏で彼で彼氏が妄想ってことえ、どういうことうーん、そぴょーシャーザーシャーザーいや、なんか内容がその延長にそうだそうあー、なんかいつけられるかな、いつけ、あーひっくりな、また今回もな、こんにちはえ、ってことは、ホストっていうのも、彼氏ゴールっていうのも、すべて妄想ってことですかそうなんでやねんお疲れ様です。はい、お疲れ。あ、お疲れ様です。どうした？相談というか、お話というか。どうした？いや、めっちゃよく悩むんですよ、ね。誰にも言ってなくて。あ、俺？そうだ、タムさんにだけ一旦相談しようかなと思って、ちょっと悩んでます。あ、俺？あ、好きな人ができて、うん好きな人そうなんですよ、ちょっと好きな人じゃああれだ、王様ゲームとかできないかあそういうことですそういうことねあそうなんや、付き合ってはないまだあ、そうなんですよ、なんか気になってるというかそんぐらいマジかえ、応援とかしてくれますか応援するよ、応援するありがとうございますいや、待て俺よりかっこいい俺よりかっこいいはい俺より身長高いもちろん俺より男気あるそうです優しい金あるあ、まあまあまあ金あるあると思います金あって、優しくて、男気あって、俺より身長高い応援したのここだけじゃなくて、ちょっとお悩みポイントお悩みポイントそうそう。何歳？24ぐらいです。向こうはあるかも好きな。なんか好きとかはあれなんですけど、めっちゃそうか。好きな人にするようなことをしてくる。キスとか。いや、もう手つない。え、奥さんとどうするって？もう分かんない。どこで知ってるの？あの、アミカが普通に友達とその遊んでてみたいなで、たまたまナンパ？なんか、そうですダメ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 よアミカの気持ちはめちゃくちゃ尊重したいねんけど、うん、みんな俺も全部は知らんからその人のこと別にそんな否定したいわけじゃないんだけど奥さんと子供を持って街中でナンパしてるようなやつはダメ何が気になってるのその子その人もですその人もなんかそのやっぱり最初その結婚してるとか子供産むとか言われてない時に思わせるふりとか結婚してるって言われてもその気持ちが少し酔っちゃってるっていう仮に相手が結婚しなくて彼女持ちでも、それでナンパしてんのも正直俺はどうかと思う。でも、結婚して子供いるんだったら、まあ、話し合う別に。100% だもん。いや、ほんまにごめんな。いや、多分応援してもらえると思って、こう、感想してくれたんだけど。
どこまで本気なのその人は。アミカの年齢言った時にもう結婚できる年。もう16か。結婚なめんな。マジでふざけんな。ミーフサイドミーフサイド。うちの兄貴何してくれてんねんほんまに。あ、もう大丈夫。いやもちろんアミカもそのちゃんと応援してもらえるって気では言ってなかった。だからみんなにも話す。あ、そうですそうだねみたいな。ちょっと大変だったね。つらい。もう連絡いっちゃえばいい。連絡いったその人のためにその人のためにも連絡切った方がいい。アミカはほんまに関わらんほうがいいと思う。変に訴えられてもらえるし。ああ、そうね。うわぁ思いっきりぶん殴りたいな。もう思いっきりぶん殴りたいな。まあやばい、撃たれへん。ちょっとロシア撃ってもらっていいですか。あうお、マジか。ドッキリ、ドッキリ大成功。あ、よかった。マジごめんなさい。よかった。もちろん、そんな方はいないし、妄想なんです。ドッキリ、うわーって誰かもうびっくりしたって。よかった。心臓に悪いや。今日も最後まで見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったらチャンネル登録よろしくね。明日のフォーエイトはこちら。30分、間に合いません、やばい。フォーエイトがね、イベントに向けてめっちゃ頑張ってるんよ。家に入れません。